こうして私の世界は終わった。あれから3年。死で遅い後は3人便是落とされた闇の底で私は喰らい続けた。傲慢、血と肉、生きるために生きて、あの男、弟の敵を殺すために。あの男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。羽舞台！そこよ！呪い！羽舞台！羽舞台！逃げた！行くわよ！羽舞台！価値がなければ殺します！お覚悟！羽舞台！羽舞台！ふっ！そこよ！呪い！クリア！羽舞台！ふっ！そこよ！呪い！クリア！わらい！そこよ！呪い！クリア！ふっ！そこよ！呪い！クリア！羽舞！そこよ！呪い！クリア！そこよ！やっ！我が日はシャッカ！ボトンブレイズ！そこよ！呪い！クリア！そこよ！呪い！クリア！ずい！マイル！そこよ！呪い！ずい！そこよ！やっ！ずい！そこよ！呪い！我就一直中断你就好了。なぜ全力を出さない？合格ですね。それがわかるなら。あの男の精霊がこの程度のはずないでしょう。もうあの方の精霊ではありません、うん、まずこの3年間に起こったことからお話ししましょう。今世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ、アルトリウスはどこだ？ミッドガンド領にある王都ローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか？あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとして。ライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。
なぜあんたが。理由は無事に脱獄できたらお話しします。脱獄、いいわ。誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す、それだけ。首輝は断ち切りました。急ぎましょう。装备将出现，提升基本六项随机能力。都没东西吗？まずは装備を。この先の部屋に武器がありました。哎，这样走比较有趣。这样走比较有趣哦。啊，不够时间了。騒がれてはいません。当然ね。この部屋で装備を整えましょう。囚人から没収した品が保管してあるようですね。ロープか。これは使える。すごい刀。その太刀はゴーラン。なぜこんなところに。私には大きすぎる。いいのですか。ゴーランは希代の名刀ですが、どんなにすごくても使いこなせなきゃ意味がない。よし、準備はよろしいですか。何をしている。気をつけて。ただの兵士ではありません。二刀対魔士です。呪い。慣れたものね。言ったはずです。私はもうあの方の精霊ではない。船の用意は。ここが島だとご存知だったのですね。ええ、凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、餌が命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ。私の船は島の裏手につけてあります。了解。裏の港ね。等一下，回去一下，我还有东西没拿。嗯，我先撤。
确定一下我的状态好了。不要装备好了。二朵。要怎么拔？啊，空白了。先这样好了，因为我现在也不太确定要动该怎么会比较好。有东西吗？没有，那就离开吧。何？あれ？あれは特殊な霊力の塊。ある精霊一族の魂のようなものです。3年前の降臨の日以来世界中に出現しました。降臨の日、これあの夜の余波なのか。集めておけばその精霊一族の協力を得られるかもしれません。信じろって？強制するつもりはありません。どうするかはあなたが決めてください。とりあえず拾っておくわ。使えるものは何でも利用する。はい、そうでなければあの方は殺せないでしょう。等一下、後面是不是有東西？然後我順便確定一下我的戰鬥。这是按打不开。所以说那个门就直接挂着就好了。有必要再回来开。警備が来ます。数は二人。こっち。聞いたか、島の外周道が立ち入り禁止になった。地盤が緩んで崩落の危険があるらしい。監視塔の下を通る道か。もともと感動だし問題はあるまい。港をつなぐ近道だったんだから。港をつなぐ外周道、監視塔の下。警備兵が数名所在不明になった。何者かが島に入り込んだらしい。全大魔所は2体に分かれ、表門と裏門に集合せよ。
了解、これで袋のネズミですね。油断はするな、賊がネズミとは限らん。はっ。さすがに手強いですね。ならこっちも戦力を揃える。牢獄はどこ？この階にあるはずですが、囚人たちを巻き込むのですか？そうよ、利用できるものは利用する。なんだ貴様らは。哎，可以停止战斗。そこへ来なくなった。按着。好。行くわよ。哈！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